今週末娘が泊まりに来るので、お風呂の明かりを交換したいと思います。300円ショップで購入したガラスの瓶にキャンドルが入っていますが、ちょっと暗いのです。それで明るくしようと思います。新しく取り付けるのは Amazon で1000円で購入したこの LED ライトになります。早速つけてみたいと思います。こんな感じで炎を表現した LED ライトになります。とってもいい雰囲気。ティーキャンドルを取り出して代わりに明るい LED ライトを入れてみたいと思います。ちょうどぴったりですね。このボンドで LED ライトとガラスの蓋を接着したいと思います。乾かして1日が経ちました。しっかりと接着されています。結束バンドを使って紐を固定します。実際にスイッチを入れてチェックです。うまくいきました。では、炎の揺らぎのお風呂の様子をお楽しみください。
娘が東京から京都へやってきて約4日間泊まりますが、お風呂を楽しめると思います。この動画を楽しめていただきましたら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。